俺とケインとベノム絶対コロナの抗体持ってる。どうもこんにちは、くんでした。ということで今回は厚さ1マスの世界で、サバイバル、やっていこうかなと思います。なんとかネザーに行ってみようと。これ本当にペラペラで頑張って作ったそうです。これこれ黒いのは光源がおかしくなってるだけで、これ実際なんかよくわかんないことになって、これなんか謎のね、ほら俺謎の空間でモブが湧きまくってるっていう、ちょっとモブとの戦いになりそうな予感がする、ペラペラ世界サバイバルです。ということでまあやっていきましょう。皆さんこれ超大事なのがあって、あの木がマジでないはずです。木を取る時の注意点なんですけど、ちょっと待って、まずさ、これ絶対落とせないから、この苗木をどう手に入れるかっていうのが大事な気がする。これ下にさ、ブロック置きたくね、わかる言ってること。一個下にブロック置きたいから、誰かが特攻して置けばいいのか。よし、せんや頼む。一個下に置いて、落ちながら、そう、いけ。ちょっと無駄死にじゃねえかよ。次トマタ行け、ゴー。いけた。あ、オッケー。はい、勝ちです。で、もう一個下に置きます。もう一個下に置こう。両兵頼む。あ、いけたっぽい。はい、勝った。あ、もう一マスかな。下まで入るんだったらもう一マス欲しい。野良に頼む。あ、ダメだ。俺もやってみるか。あ、オッケー。あー、いけたけどって感じだね。下から見るとすげえな。おいやめろ、マジな、なんか、削って落とし穴作るとマジやめろ。で、これ夜来たらやばいぞ、この世界、多分。あー、いいね。よし。よし、これでいいと思う。これさえあれば、下まで潜り込めるから、落とされて苗木、ロスりました。ダメ。苗木めっちゃ貴重だよ、このワールドの苗木。アイテムを回収するときも、このシステムで回収した方がいいから、絶対。これ、フォールガイルズやん、実質。は？フォール要素しかねえだろ。ああ、いいね、最高。暗いなぁ。あれが欲しい、明かりが欲しい。あの、ちょっとゾンビがうざいね、これ。てか、なんでそこの光源は何？なんでここ光ってんの？ここら辺。あ、太陽が有効ってこと？ここだけ。誰かが太陽かもしれない。ちょっと見づらいな。画面の見栄えが悪い。ゲームの明るさを上げよう。よし。木を取るために木を使ってたら、それ永久に木が増えないんじゃない？めっちゃ歩いて、めっちゃ逃げ回ってないこいつ。あ、落ちた。いった。さあ、この辺ふさごこの辺ちょっとふざけてあげたな。絶対不便やって。めっちゃ来てる。ちょ、そいつ殺せ。全部壊される、この辺。叩き落とそう。この穴に落とそう、敵のモブは。ちょっとこれ、冒険行ってみるか。ちょっと遠くの方まで。どこまでこれワールドが生成されてるのか。よし、冒険に行く人たちは？よし、ニャンドル行こうか。なんで？いや別にいいじゃん、ニャンドルさんと言っても。ニャンドルさんが悪いみたいな言い方だな。さあ、うわ、ちょっと待って、モブだらけじゃん、ここ。突破するか。よし、ニャンドル、任せる。やば、ほんとにモブだらけだ。そりゃそうだよな。1マスだったらここに凝縮されるもんね、絶対。ネザー行けんのかな、俺。あ、やば！なんか、蜘蛛の巣とかある、これ。もしかして、あれ？炭鉱の部分が生成されたのか、廃鉱の部分が。メサー？もしかして、これ。マジ？メサーじゃない？これ。すごいな。すごいバイオームが生成。てかさ、砂、え？あ、ちょっと待って。え？これって大丈夫？おい、ちょ、待って！やばい、やらかした！ごめん、みんな。あ！すまん、やっちまった。すまん。ちょっとごめん。え、地盤沈下が起こった、今。凄まじいトロールを引き起こしてしまったかもしれん。多分もう、向こうの土地は多分使えなくなった。いや、やらかしたな。ちょ、見に行ってみるか。そんな広くないと思うけど、多分海岸線の砂地っぽい感じだよね、多分、その切り取られ方が。そんな広い砂地じゃない。ちょっと待って。ちょ、ダメだ。ニャンドルさんいないとこれ突破できないまである。あー、この辺っすね、多分。この辺が砂岩だから、この辺砂なんだ。もしかして落ちてるところって全部さ、砂っぽいものが落ちたってこと？これ。落ちてるところって。おー、繋がってるところ全部落ちた。あれ？あ、よかった。ニャンドルさん何も言わずになんかついてきてくれてる。おー、すげえ！地盤沈下だ。ちょっと帰ろう。鉄あるね。鉄も地表にあるんだったら問題なく姉さんいけそうだな。バケツ作れるし、うん、全然大丈夫そう。あとはちょっと建物作って遊ぶみたいな感じだな。あ、もう普通に死んだ。なんか資源集めれそうですか、これ。まあ、結局、穴埋めようとしても意味ないんだよね。穴埋めてもどんどん資源が使われていくだけだから。なんかどんな感じの拠点だったら面白いかな。また暇人お前やってんの、このジャングル作り。マジジャングル作り好きすぎない？なんかずっとジャングル作ってる、なんか。それしか脳がない。ま、悪いことじゃないよな。まあ、木が無限に増えるから。
これ育つのか、これで。このプラグイン有効だ。トトロプラグイン有効ですね。説明しましょう。トトロプラグインとは、木の前でこうダンスをすると、隣のトトロのメイちゃんとサツキちゃんが、こうなんか大きくした木あるじゃん。あんな感じで、ボンって育つんですよね。トトロプラグインめちゃくちゃ優秀で、これにも有効なんだよね。このみんなでトトロしてる。トトロプラグインは、早くスピード感を出すことができます。ゲームに。カメスタ作トトロプラグイン。閉じ込められてる人いるよ、なんか。出すな、出すな。あ、死んだ。畑もちょっと広げよう。なんか拠点どんな感じにする？1マスの拠点にするか、ちょっと高く作るかとか、どっちがいいかな。下にぶら下がってる感じで作りたくね。せっかくなら。でもな、ちょっと難しいか。はい、今回の企画の拠点的なものを作りたい人。ハマスがいないから名乗り出る人はいません。基本的に。任命するか。サクッと建築できて、まあ、下沢じゃね？で頼むわ。できるな。どういう風にする？なんか上に作るか、なんか下の方にこう、なんかぶら下がる感じのにするか。どっちにする？もう完全に任せるよ。ぶら下げよう。あー、オッケー。じゃあ、水使って建築すれば、なんかできそうじゃない？ここでトン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 って置いていけば。なんかさっきなんでそれをしなかったんだろうって感じの気がちょっとだけするね。下無じゃん。水を使うから、鉄のバケツを下沢に渡せば、多分、水を使って建築はできるんじゃない？ちょっとバケツ作るわ。ここバケツ水入れて、わかるし、やり方。なんでその、うなずくのゆっくりなの？もうちょっとなんかペコペコペコってできるだろう。はい、じゃあ頼むよ。じゃあ、建築。平和だな。釣りして。平和すぎる。今日陰キャもファマスもいない。いや、陰キャ伝説さっきいただろ。いや、いるだろ、陰キャ伝説が今、普通に。サーバー内にいるだろ。おとなしくマイクラしてる。あ、そうなんだ。おとなしくマイクラしてるから陰キャ伝説もいないも同然って感じか。しもむなんか、素材は？素材あっちたくさんあるから、みんな素材向こうに置いてあげて。あ、誰か、素材、下沢くん大丈夫、大丈夫。すいません、ちょっと先生とおいで。こっちだよ。喋るときに毎回、頭にあがつくタイプの子か。この中に素材置くから、木全部この中ぶっこんで。いや、木ぐらいしか無限リソースないし、鉄とかも、探しに行かないと多分鉄とかないからな。で、意外と砂とかさ、貴重資源なんじゃね？だって、取れないでしょ？だって砂とか。丸石製造機作れない。多分丸石製造機いらなくないかな。まあ、別に削っていいんならそんなにいらないよ。多分丸石製造機作るまでは。作られてた。あ、もう作ってんだ。ちょっと暇な人、暇人くんの木の近くにちょっと集合。みんなでピッケル持って集合して。ちょっとメサの、なんか、やつ取りに行こう。あー、ほんとは丸石製造機できてる、なんか。丸石もらってもいいっすか、トーマスくん。どうもー。ピッケル持った？持ったね。よし、行くぞ。で、下沢くんに、ちょっとこう、自由な建築を作ってもらうために、ちょっと邪魔だな、こいつ。ためのちょっと素材を、確保します。金だからこれ、いや、って、あ、いいね、鉄持ってんのか、ピン。あ、砂利か！しまった！はめられた！はぁ。下沢くん、建築の方は大丈夫かな？あーな、ここ、穴を、あーなるほどね。ここ一回穴を開けてって感じにしてるんだ。ぶら下げるための。なるほど。下沢くん、ゴリラビくんと通話しながらやってもいいんじゃないかな？下沢くん？ゴリラビくん？え？いやいや、一緒におしゃべりしながらこう仲良くなれるチャンスだよ。え？いや、絵じゃなくて。仲良くなって、二人で頑張ってみて。きっと楽しめると思うよ。あ、どうします？よろしくね、ゴリラビくん。くんキッズってさ、名字でしかさ、女の子と呼ばなそうだよね。もうわかる。下の名前で絶対呼べなそう。くんキッズ。最後に名前呼んだら幼稚園とかきつい。わかる。一部の人は、ハンドルネーム呼ぶ機会が多いんじゃない？ポータンとか人の名前呼ぶときに。ネザーゲートできました。は？ちょっと、お前どこで作ってんの？何してんのお前。あ、ネザー行ったが終わるじゃん。はい、ということでね。終わってきます。おつ。いや、ちょっと待ってよ。ちょっと待って。ちょっと落ち着け、一回。一回落ち着け、ちょっとこれ、拠点に作ろうってあるじゃん。なんで一人勝手に終わらせに行っとんねん。黙って作業ってそれかよ。うわ、ちょっと待って、マジ？これ中も。あ、ネザーもこれなんだ。まあ、いつもの展開ですね。こう、ネザーに行けば変わるかと思いきや、ネザーも同じことになってましたっていう、いつもの展開でした。それ、オチで見るやつじゃ、まあ、そうなんだよね、残念ながら。オチがわかんなくなったよ、これ、陰キャ転生のせいで。え、まだ続くの？なんか、新しい荒らし方だよね、なんかもう。オチを先に見せに来るみたいな。最悪の荒らし方だけどな、荒らしとしては。何か爆破するとか、何か邪魔するとかじゃなくて、徹底的に進めるみたいな。徹底的にネタバレさせるみたいな。マイクラじゃなくて動画の嵐。はい、もうできてます。できてない。もうダメ。もうできてますけど。いや、できてないです。まあ、クリエでエンド作ってみるか。シモムーのところに。ネザーは陰キャに取られたから。もう書き込まなんか可愛くなってるスキン。
セックスしたら絶対暴露しそうな顔してる。大変なことになりそう。しかもなんか動揺してしますわ、なんになってるし。はい、休まずに、はい、やれ、お前ら二人組。何やってんだよ。シモムーンを見てみろ、この作業っぷり。シモムーン、なんかあれあるからね。メサの土とかあるから。危なぁ。これをすることによって、資源がロスしないライフハック。下村くん、次はどうしたらいいかな。下村くん、メサの土とかいっぱい使おうね。ちょっと下村くん、大丈夫？下村時也くん、コミュニケーション取れなすぎて何作ればいいかわからばい。いや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 、なんか作ればいいじゃん、自分の好きなものを。二人で頑張って作って、ちょ、危ないよ危ないよ、下村。下村、あ。まあ、ちょっと頑張って、君たち、建築組。くんさん、パン食出て。あ、ありがとう、ありがとう。銀の作ったパンか。そういう感じだな。何してんのこれ。どういう建築をしてるのこれ。シモムーとか、なんでうろうろしてんのさっきから。シモムーが作るんじゃない、なんかうろうろしてないこいつなんか。シモムー、なんでうろうろしてんの、もっと早く作って、みんな資源持ってきてんだよ、シモムーのために。なんかうろうろなんかこの辺にあ、うおうさおうみたいな。ちょっとこれ、まあまあ、ちょっと頑張って作ってもらおう。ちょっと発展したな。他の人に建物作ってもらうか。シモムーじゃダメだから。陰キャ転生、ちょっと何してんのお前。何してんの。あと、火打ち石だけですね。いや、動画終わらせにかかんないでくんね。これ別にまだ動画終わる気ないんだけど、陰キャ転生。これ動画終わって、ここでなんか、ああ、よかった、ネザーいけたね、おしまいって感じじゃないので。まだまだちょっとダラダラとマインクラフトするので。てかもう、好きなもの作っていいよ、上に。でも下にでもみんな。ある資源使って。資源結構あるから、もう好きなもの作ろう。なんかもう、シモムーちょっと、遅い。ひたすらに遅い。すぎ。いやもう見てるだけでもすみま。ちょ、ダメだ。しもむ、ちょ、首。しもむよりいいの作って、みんな。もうごめんね。お選び好きに一人で作っていいよ。しもむ全部壊し始めたもん。文化祭の陰キャ状態になってる。じゃあね、ありがとうございました。きつ。トマタンと写真が撮れる場所。撮りたいやつなんか一人もいねえだろうな。はい、じゃあちょっと皆さん、ある資源使ってなんか建てたり好きにしてください。ちょっと一回、発展時間とします。だから、建物建てたり、なんだりしていいよ。好きなこと。はい、ということで、だいぶ発展させました。作ったものを見せたかったら、くん来てしてください。倉持くん、何をしてるの君は一体。ネザーから大量に連れてきてるけど。ちょっと作りすぎゲート。これ。ゲート作りすぎやから、これ全部。ゲート作りすぎ。多分これ、ネザーすごいことになってる、多分。このバカ。バカすぎる。こんなにたくさん作る必要ない。あ、なんかかっこいいの作ってる、野良犬。ちょっと間に合わなかったっぽいけど。いいね。これはもしかしてこれ、シモムーのこの作品。すごいね、これ、シモムーの。まあ、こういうものじゃない。なんか、ゾンビピックマンが更新会場になってる、なんか。他はコウタンは自分の顔を出すの好きだね。平面のコウタンをかける裸の人。クンさんとラブラブアズマヤ。後先考えずに19歳とする中はいいな。絶対3ヶ月後暴露されるんやろな。なんか、端から見てるやついるよ。なんで3ヶ月後？で、3ヶ月もしたらなんかこう、なんか微妙な関係になって、で、オチが見えるじゃん。そんなの。3ヶ月もすれば微妙な関係になるよ。すげえな、これ。あ、これなんか中国にありそう。中国のさ、なんかこう、下が全部さ、ガラスになってる、なんか、わかるっしょ？なんか、中国にありそう。これ割れる事故起こってなかった？これなんかガラスがバリーンって。この前割れてたよね、中国で。中国で抜けるやつじゃん。すげえの作ってる、高さ。誰作ってんのこれ。誰、クリボーどうした。どうしたクリボー。クリボー何をしてんの。何そこでニコニコしてんの。どうした。おお、すげえ、ゴリラビの。おお、いいね。すごいの作ってる人いる、あそこ。これめっちゃ可愛い。姉さんやば、クソ可愛いんだけど。これめっちゃいいね。あ、これ水の中に通じてん、あ、畑の中から入れるんだ。すご。めっちゃオシャレでめっちゃ可愛い。銀ちゃん。銀ちゃんのは何かな。超簡易版法隆寺。法隆寺じゃない。家じゃん、もうただの。
顔サムネうざがられてるので隠居します。何顔サムネって。あ、今度の顔のサムネ。あー、最近の再生数どうかな、今度の顔のサムネ。ちょっと見てみます。だいたいいんじゃないですか。え、何何どうした。え、ちょっと待って、おい、ちょっと待って、ちょっと待って、ジャングル、ちょ、おい、ちょっと待って、ふざけんな、ちょっと待って、何してんだ、お前ら。何者かの手によってジャングルが。もうやめろ、もうジャングル落ちやめろ、これ。なんかもう何回もやるじゃん、ジャングル落ち。ジャングル落ち多すぎ。ちょっと話が飛んだ。なんだっけ?あ、そうそうそう。まあ、女の顔ってのは古来より人の顔を引きつけるから、再生数は上がりがちだよ、基本的に。まあ、無理な動画は無理だけどね。無理な動画は無理。あと、サムネ作るの楽。もうただただ。楽ってのもある。ゴリラビのスキンでサムネ作るよりはるかにいいじゃん。同じ動画でゴリラビのスキンの、なんか画像の動画と、誰でもいいけど、まあ、コノだろうが何だろうがいいんだけど、女の顔写真とかだったら、女の顔写真の方が多分倍ぐらい伸びる。そこを具体名出す必要ありました。いや、なんか何かが起きる感じがするんだよな。女の画像って。何かが起きるような気がするし、なんかうざいじゃん、しかも。なんかうざくない?女の顔写真とか。それがいいんだよ。はい。ということで、まあ、1マスの世界でも発展するってことっすな。エンドラ行ってみます。最後に。この下ムーの、ここでエンドラ作りますか。エンドポータル。エンダーあります。あの、変なところで準備いいのやめろ。準備しておきました。いや、大丈夫だ。ゴーゴーゴー。あ、まあ、なるほどね。あのさ、これどうやってこれ止めんだよ、これ。な、空中浮いてんだけど、これ。あー、なるほど。まあ、こうなるわけか。すごいかっこいい。むしろかっこいいね。空中に浮いてて。あと、討伐しづらそう。これ。めちゃくちゃ討伐しづらそう。弓で一発だろ、これだって。こんなの。ナスの余市できるよ。これ、全部これ弓で一発で壊せる。よし、全部壊した。あ、全部壊しておきました、皆さん。僕がクリエでですけど。はい、はい、行ってください。なんか、ベッド何個か置いたら多分死にますよ。なんか、皆さん、来て、ベッドで寝てください。ちょっと、何してんのこれ、なんか、エンダーマン殺害の、拠点が作られてる。あ、来るよ、来るよ。はい、あと一発。あと一発だよ。誰がエンダードラゴン殺せるかな。殺した人には安定がもらえます。殺した人は安定。殺した人は生涯安定します。養ってくれるってこと?うん、クンさんが安定すると思うか。あ、ヒゲ先生殺せそう。ヒゲ先生殺せなかった。吹っ飛ばされた。頑張れみんな。あ、カンタスケでーす。あ、カンタスケじゃなかった。風花だ。はい、風花さんには将来安定でーす。よかったね。出た。はい。ってことで、ジジイです。ありがとうございました。はい。最後に飛んでお別れです。さよなら。ジャングルすげえことになってる。恐ろしいことになってるわ、ジャングル。なんか結構広く作ってるらしい。俺らなんかあんまり冒険しに行かなかったから、ちょっと見ましょう。割と広いんだな。結構遠くまで作ってる。すごいな。なんか結構遠くまで作られて、あれれ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 。なんか俺が見た瞬間落ちた。多分砂が欠落してるっぽいよね、これ。明らかに。よりによってメサで作ったのすごいな。あれ、こっちまである。広いな。あ、これ、あれだ、廃校だ。廃校まである。広すぎだろ、これ。無限じゃん、もうほとんど。ほぼほぼ無限に作ってる。2000×2000。は?嘘でしょ?そんな作ったの?やば。あ、で、ここでワールドが終わってる。ワールドボーダー発生してる。なるほどな。いや、すごいですね。さすが。さすがクンラボの亀パワーです。はい。じじい。